1920年頃、国宮邦彦大一家国宮は、明治時代前期に、伏見宮邦華新郎の第四王子、朝彦新郎が創立した宮家。詳細は、国宮朝彦新郎を参照初代。朝彦新郎は、文政7年に誕生。署名は、政権奈良一条院の門主となり、新郎宣言の後、出家して、京都奨励院門後となり、 天大札を兼ね尊有入,入道神能と称した。文久三年、原属して中川の宮の宮号を賜り、名は朝彦と改める。源氏元年、宮号を火曜宮と改める。国事御用係として公明天皇を補佐し、天皇が剣をした尊能上位派を朝廷から追放することに努めた。そのため、明治新後は反政府陰謀の疑いで逮捕され、 新王の身分を剥奪されて、秋広島藩に預けられた。明治3年に伏見の宮に復帰、1875年に国の宮の宮号を賜った。宮号の由来は国系にちなんだと言われている。その後、朝彦新王は神宮祭主として小木復興に取り組み、1891年に68歳で皇居。朝彦新王には王子女が多く、 茅野宮国乗王、国彦行、梨本宮森政雄、高雄、朝霞宮鳩彦行、東国の宮都彦飛などがいる。詳細は、国の宮国彦行を、三章二代、国彦行は、1873年に誕生、1891年に父宮皇居によって、三宅を相続した、陸軍士官学校、陸軍大学校を卒業し、陸軍大将にまで上る。 1899年に、公尺、島津忠義の娘、千佳子と結婚。1928年、台湾滞在中に、朝鮮人テロリストによる暗殺未遂事件にあったが、怪我はなかった。1929年、海洋性腹膜炎により56歳で公居。王子女には、朝、徹王、国久王親戚公家、国秀王親戚公家、良子女王、信子女王、 智子女王がいる。高尾、編集国飛行の弟高尾は、京都に在住し、独立した三宅を起こすことも、親戚降下することもなかった。しかしながら、例外的に婚姻の上一家を有しており、国宮本家とは、独立した生活を送った。これは当初、西、国宮を名乗る予定だったという説がある。騎士との間に三男三女を設け、神宮祭主を務めた。 1937年、63歳で皇居。詳細は、国宮朝明王を、三照三代朝、唐楼王は、1901年に誕生。婚約破棄事件もあったが、1925年に、伏見宮広安王の娘である、智子女王と結婚。1929年に三宅を相続する、海軍兵学校卒業。終戦時には、海軍中将。 終戦後の1947年に、日、智子女王が皇居。同年、GHQ の指令により10月14日、皇籍離脱し、国朝明らとなった。いろいろな事業に手を染めるが、戦後の荒波を受けてどれもうまくはいかなかった。1959年に58歳で逝去した。人の間に、国明王、政子女王、長子女王、道子女王、英子女王、だ立、王、 のりこ女朝、広潮の三男御城を設ける。江戸時代京都御苑内に、火曜宮家旧地として案内板がある。火曜宮邸は、女院御所跡の一部に設けられた。明治初期以降、疲労にあった国の宮邸の敷地は、現在は、精神女子大学のキャンパスとなっており、旧国の宮邸のおつね御殿、小食堂や、車寄せほかが現存し、国の重要文化財に指定されている。 ウィキメディアコモンズには国の宮に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。